佐賀城公園を囲う堀と佐賀県の天然記念物、佐賀城市の楠の木に指定されている、楠木並木佐賀城公園は、佐賀県佐賀市場内にある、佐賀城跡を中心とした、県立の都市公園である。佐賀県庁など、行政の中心部近くにあり、三方を堀に囲まれた公園は、市民の憩いの場となっている。1989年7月28日には、 日本の都市公園100選に2007年2月5日には日本の歴史公園100選の一つに選定された。再生事業が行われている南堀の初佐賀城公園は佐賀市場内のうち佐賀城、本丸歴史館や社地の門周辺、県立博物館、美術館周辺、県立図書館周辺、周辺万部島、北、西、南の 格号とその周辺を公園区域とする。計画面積は約31.8ヘクタール。堀の周辺は桜の名所として知られ、花見の季節には多くの花見客で賑わう。堀の周辺には樹齢300年を超えるオークスが多く見られ、佐賀城市のクスの木群として県の天然記念物に指定されている。また、南号は過去は一面連に覆われ、美しいお花が 市民の目を楽しませていたが、ミシシッピ赤ミミガメが原因とみられる食害で全滅し、現在再生に向けた取り組みが行われている。堀を巡るように周回園路が整備され、市民の散策路、コミュニケーションの場として親しまれている。福田義の功績を記した、楠の木の清場山県消費行周辺に多く見られる、楠木は平城である佐賀城で、 敵から木打ちが見通されることの内容を植えられたものである。佐賀城は有事の際には主要部以外を水没させて敵軍の進行を防ぐ気構があることで別名沈み城とも言われているが一説には他の城が城下から離れると天守が高々とそびえて見えるのに対して佐賀城では逆にクスノなどに隠れて見えなくなるためだとも言われている。終戦直後 納税に困った、旧藩主の鍋島家がクスの木を売却しようとしたが、佐賀県早洲村の女子教育者で後に、佐賀県初の女性県議会議員となる、福田吉が中心となった、保存運動で守られた。1980年には、公園内に吉の功績を称える検賞費が、混流されている。また、1998年に北堀を渡る、ク栄橋が可供された際には、 建設地にあった推定樹齢350年の大を橋の南東に移植している佐賀城公園は1961年の事業開始より様々な計画が進んでいるが2004年の佐賀城本丸歴史館会館に伴い佐賀市の観光拠点として周辺地域と一体感のある整備を進める佐賀城下再生100年構想が2007年3月に制定され これに基づく整備が現在進められている。計画では、鍋島市より寄付を受けた佐賀市が1933年に埋め立てた東堀の復元整備が盛り込まれており、2011年5月9日より復元工事が NHK 佐賀放送局東側で始まっている。またその NHK 佐賀放送局も佐賀市白山に移転が決まった佐賀商工会館の跡地に移転することが決定した。 このほか、公園に近接する西城内と佐賀市水道局跡地の2カ所で、進行していたマンション建設用地を市や県が購入し、中止させている県を代表する都市公園であり、歴史建築物や文教施設が設置されている佐賀駅、バスセンターより市営バスで佐賀城跡、博物館前などで下車。ありがとうございます。